こんにちは、芸術家の斉藤悟です。今回出版をさせていただいた清官さんの幸せ言葉から詩を読ませていただきます。迷惑をかけずに生きるのもいいけれど、迷惑をかけているすべての人に感謝して生きるのも楽な生き方の一つ。はい、この詩に対して、私なりに解説をさせていただきます。子供の頃、人に迷惑をかけちゃいけないよって結構教わったと思うんですね。もちろんその教育ってすっごい素晴らしいことだとは思うのですが、でも何も迷惑をかけずに生きるというのは人間としては不可能だと思うんです。ただいい子ほど迷惑かけちゃいけないというその言葉の呪縛に縛られちゃってる人がどうやら多いみたいで、迷惑かけちゃいけないと思い込みながら生きちゃうと結局何のチャレンジもできなくなってしまう。清官さんの周りにはとても優しい人が多かったから、で迷惑かけちゃいけないと思って、そして何のチャレンジもできなくなってしまった人、そういう方もたまに来ていらっしゃったんですね。だからそういう人たちに対して清官さんはこれ励ましの言葉として、この詩にねしたためたんだろうなというふうに私なりに思います。で、優しくていい人ほど迷惑かけたくないわけです。でもね、優しくていい人というのは言ってみればですね、社会の宝なんですよ。国の宝だし社会に必要な人なんですね。そしてその社会に対して宝のような人が優しいがゆえに迷惑かけたくない、だからチャレンジできないだと、これってね社会の損失なんですよね。だからそういう人はね、できればね、この迷惑かけてしまったそういう人に対して、感謝してね、生きていくっていうのが大切なんだよっていうふうに教えてくれてるんだろうなと思います。で、もちろんね、悪意があったらいけませんよ。迷惑かけるのもその悪意がない範囲で、どうしてもやっぱね、ちっちゃい頃はおねしょしちゃうし、ね、お漏らしもしちゃうし、なんだかんだちっちゃい頃っていろいろやってるし、大人になっても悪意がなくてもいろいろ迷惑かけてしまうことってあると思います。そういうことにね、迷惑かけちゃいけないと思い込みすぎるよりも、ね、不可抗力って言うんでしょうかね、悪意がなく迷惑をかけてしまった場合は、ね、その関わってくださった人に、謝罪はして、そしてその後に、ね、それでも関わってくれる人に対して感謝して、ね、社会の損失にならないように、ね、自分が精一杯やっていく、感謝して生きる、そうやって思うと迷惑かけちゃいけないっていう呪縛から離れることができる楽な生き方の一つなんだろうなというふうに思います。こういうような動画を見たり、こういうような本を読んでる人というのは結構本当学びをいっぱいする人で、そして優しい人、優しい人が持ってしまうジレンマ、そういうものをね、清官さんはこれを取ろうとしたんだろうなというふうに思います。ね、何か迷惑かけてしまったことを自己嫌悪の材料にしないで、ね、それがあったからこそ周りの人に感謝して生きていくというね、そういう生き方もいいんだろうなというふうに思います。はい、皆様のね、日々が素晴らしいものでありますように。斉藤悟でした。